サーディカップという楽隊カップ。こんにちは、チョン楽隊クウェでございます。こちらは上海のプードン空港でございます。ただいまね、名古屋から到着いたしました。で、私はこれからここで、バンコク行きに乗り継ぎをいたします。ということでね、この上海プードン空港、乗り継ぎの様子、空港の中の様子など、お伝えしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。乗ってきました飛行機がこちらですね。ちょっと窓が非常に汚いですけどね、上海航空のボーイング737の800型でございます。で、あちらに黄色で、大きくね、到着とか書いてあるので、あそこでいいのかな、到着に行っちゃうと入国なのかな。あ、下にね、トランスファーって書いてありますね。なんとか机ということで、こちらのアライバルと一緒の、トランスファーの方にね、とりあえず行ってみます。 S1 って書いてありますね。これなんか S1 っていうエリアなのかな。はい、こちら、下に降りてまいります。エスカレーター降りてまいりました。ここでなんか赤いね、中国公民とか書いてあるので、まあとりあえず私はこっちかな、入境外国人かな。こっちね、中国、どっちにしてもこっちは中国人。インターナショナルトランスファーとか書いてあるので、多分どっちでいいんだろうな。まあ、とりあえずね、こっちに進んでみたいと思います。多分ここが、なんだこれ、中国に入国する人はここで指紋とか取るのかな。なんかさっきね、中国人と外国人分かれてた割には、あ、アライバル、ここにアライバルって書いてあります。ここがあれかな、入国かな。あ、違う、ここトランスファーだ。ちょっと入ってみます。多分取ったらまずい。今ね、これトランスファーのチェックを終えて、この G、 もう私が乗るところがね、 G の115だったかな。なのでね、この G っていうところに来ました。で、今こっちからお客さんが来たのは何なんだろうか分かりませんが、とりあえずね、エスカレーターで上の方に登っています。私がこれから G の115っていうところなんですけど、多分ね、さっき私がこの右側のところを通ってきたんだと思います。ここがね、トランスファーですね。で、隣にちょっとね、そこはビデオは撮れなかった。いや、違うな、なんかセブンイレブンみたいのあるな。さっきね、私隣をこういう上りのエスカレーターが上るところをね、通ってきたんですけど、これエッチとか書いてあるな。これなんだろう、国内線とかかな。で、とりあえずここがもう出発ゲートとかの階だと思います。はい、インフォメーションとかありますね。出発のね、階だと思います。そちらに来ました。何階だ、あの上に4階って書いてあるので、ここ3階なのかな。免税店なんかもありますね。 ST ローダーとかね、あります。あ、ここ3階だ。で、とりあえず、私は 115G の115なので、G の115にまず確認に行きたいと思いますが、5階にラウンジがあるのか。4階5階にラウンジがあるんですね。とレストランもあるんですね、4階に。この上ですね。で、あちらに搭乗ゲートがあります。お、すごいぞ、なんか 3D の。はい、でね、まずね、私がここまでどうやって来たかと言いますと、あ、まずね、到着をいたしました。そしてトランスファーと書いてあるところに行きました。で、そこに係員がいて、最初の係員がいるところは特に何もなくスルーして通りました。なんかチェックされるのかなと思ったら、で、その後にまたね、係員がいるところがあって、そこで、まあ、お前はあっち行けみたいな感じでね、別の方に行ってた人もいましたので、まあ、乗り継ぎのね、ゲートとかによって分かれてるのかもしれません。
で、そこにね歩いてたら、私が一番最初だったんでね、でなんか誰もいないところを歩いてったら、言われた方に、まあそうしたら、スタッフ、セキュリティのスタッフが出てきて、でスマホを見てましたね。私の、パスポートと搭乗券を確認をいたしまして、でスマホを見てて、そこにね一覧表がありました。多分便ごとなのかなんかわかんないんですけど、おそらく搭乗者のリストが全部そこに書かれてるんだと思います。はい、ただ私が見た限り、15人から20人ぐらいの名前しかなかったので、便ごとで書かれてるのかちょっとわかんないですね。まあ、ただ一発でそこ出て、あのそこのね、あのなんていうんですか、あのラインみたいな感じになってて、一発でねそこの該当するところを出してたので、うん、ちょっとどういう分け方なのか、まあ、まさかね今日の便の乗り継ぎがそんだけ、まあ、この時間の乗り継ぎがそれだけなのか、まあ、この時間帯のね、便の乗り継ぎがそれだけなのか、うん、私が乗ってきた便がそれだけなのかわかんないんですけどね、うん、まあ、ただそれにしては一発でパッとそこを出してたんでね、 G115 ってあれか、一番先っぽか。まあここはまあ後でいいかな。はい、ということでね、ここの G というとエリアですね、こんな感じ、なんか交差点の三つ角みたいな感じになってますけどね。はい、でこの先に行ってもそんな大した売店とかもなさそうなので、ちょっとこのね真ん中のお店とかラウンジとかね、この辺りをブラブラしてみたいと思います。多分もう私もこの空港来たのがおそらく10年ちょっとぶりぐらいなので、こんな形したターミナル見たことないんで、新しいターミナルなのかな。ここはここにすごいたくさんのデスクがあります。充電はできます。日本のコンセントも使えますね。あと USB も使えますので、スマホ等の充電できる、これなんだろう、ここに置くと充電できるのかな。はい、こんなところは本当ものすごい数ね用意してありますよ。でトイレがありまして、多分フリー Wi-Fi もありそうな感じなんですけども、中国の Wi-Fi つなげるのはちょっと怖いので、まあ、やめておきますかな、うん、なんかねこっからあの見てるやつだけだったらいいけど、今後ねこのスマホでアクセスするやつとかなんか全部抜かれたら嫌なんでね、まあ、ちょっと Wi-Fi つなぐのはやめておきます。これ G ってなんだろう、 A からね全部あるんだったらいくつある、 A から G までって6、7、7、第7ターンになるということなのかな。ちょっとなんとなくねデザインはヨーロッパ調ですよね、うん、私のイメージしてたというか私の記憶にあるプートン空港とは全く違います。私の記憶にあるプードン空港は関空にねあのちょっと近いような感じでしたけどね。あれでも売店ないんだな。売店ねさっきちょっとありましたけど、あれだけしかないのか。
これちょっとなんかそんなソファーみたいなところありますよ。あとこんな座りやすそうな椅子とかもありますけど、長時間のトランスファーはちょっときついのかなという感じがしますね。ここに上海特産という店がありますけどね、何売ってんだろう。パンダのぬいぐるみとかたくさん並んでます。なので本当にお土産っぽいものかな。ここで乗り継ぎで待ってる間にっていうようなものではなさそうですね。まあ、一応ここに飲み物売ってますけども、まあ、どちらかというとお土産品ですね。でこんなね映えスポットみたいな、写真スポットがあります。でその隣にこちらにもね大量の充電デスクがあって、大量のこの椅子があるんですけどね、誰もいません。またまたまこの時間帯は飛行機の発着がないからということなんでしょうけども、まるでねゴーストタウンのようなちょっと怖さ不気味さを感じます。はい。でね、あ、そうそうそう、先ほどのね係員、このスマホでね LINE みたいなので、名前をチェックしてましたが、その人がね保安検査の係員でしたね。で私がまあ一番最初に行ったということで、まあ、その人が、何人 ?4人かな、保安のねスタッフを、まあ、一緒に出てきて、で保安検査をねまた再度されることになったんですけども、それがね結構厳しかった。あ、ここにもなんかあるな、USB とコンセントありますね。でここに自販機か、これ自販機なのか、いやでもお金入れるところもないしな。この QR コードとかでなんか決済できるのかな、ちょっと分かりません。値段もいくらか分かりませんけども、何かがあります。自動なんとかなんとかって書いてありますね。なんで自販機なのかな。ここなんかねこんなスマホでなんかやるみたいですね。はい。でそこのねあ、ここに無料の水があります。はい。でねそこのねセキュリティが、まずスマホと、あ、スマホじゃないわ、パソコンとね PC って言わないですね、 PC と、モバイルバッテリーは出せと。で全部現物を確認してチェックをしてました。で、普通にね、なんですか、身体検査みたいなのもされまして、で、ベルトね、私外さなくていいって言われたんですよ。ベルトはって聞いたら、ベルトは外さなくていいって言われたんで、まあそのまま、通ったら、まあ当然ピーとね、なりまして、で、まあ手動でというか、人間ね、係員が、チェックをされたわけなんですけど、それがねベルト、まあ、バックルのとこになってるじゃないですか。でその他、まあ、ベルト巻いてますよね。そこのねベルト巻いてるね内側とかまでねチェックしてましたね。なんでまあそんなねむちゃくちゃっていうわけでもないですけど、普通にしてればね全然問題はないんですけども、ちょっと厳しめの、これ警察か、ちょっとね厳しめのチェックをされました。でそこを通り過ぎたら、まあこちらの方にね来たという感じですね。あれさっき、どっかラウンジとかあったよな、3階とか4階とか、あれどこだったっけ、通り過ぎたかな。
このねターミナルの中央のところですね。ここにインフォメーションがあります。まあ誰もいないけど、この周りだけがお店があるのかな。ただお茶飲むところとかはねぱっと見なさそうですね。免税品ばっかりで、あのブランド品ばっかりで、はい、ということでね、ちょっと4階に行ってみたいと思います。4階やってまいりました。ここに出発案内ありますね。そういえばさっき3階出発の案内やった あったっけ、こんな見なかったな。あったあった、あれか、 MU547 21時、いや21時だったんだ。スワンナプーム空港行きですね。 G115 で、下にねこんな矢印ついてるんですけど、これなんだろう、一通ってことか、これあれこっちに行けになったぞ。でここには何があるかというとトイレです。でまたこっちになったな。はい、でラウンジはどうも向こうの方らしいんですけどもね。レストランこっちって書いてあります。スキーアのマークがあります。ということで先にちょっとレストラン見に行ってみようかと思いますよ。ここにもレストランあるな。あるけど閉まってます。潰れてるのか。ここにもある。これ潰れてんだな。フードコートみたいな形ではなくて、一軒一軒ね、免税店みたいにお店が、並んでるみたいに入ってるみたいなんですけども、ここの、ファーストフードみたいなデイリークイーンというところがやってます。でこれがスキヤか。はい、これスキヤですね。ちなみに牛丼15元って安いのか、安くない。中国元って今いくらなんでしょうかね、ちょっとわかんないですけど、なんとなく安いような気がするな。今中国元15円ぐらいですかね。仮に15円ぐらいだとしたらこれ250円ぐらいだよね。それはちょっと安すぎるよな。なんかこんな感じです。それが中国元今もっと高いのかな。ということでね、あ、ここなんか下にまたさっきとは違うおしゃれな、なんかあのすごいこのまま寝れそうなスペースありますね。でさっきからね床にあったこの矢印ですね、どうやらトイレの場所を表しているようです。ここにトイレありますね。でこっちにもこういう角度でねありますのでね、なのでこれ何でしょうかね、あの例えばトイレが掃除中とかね、まあ、あと改装工事中とかで、あれ変わった、使えない時は変わるってことなのかな。あれでもこれ変わったぞ。変わったらこっからこっち、あそこにトイレあるわ。なんでそういうね、あのトイレ使えない時はこの矢印が変わるってことなんですかね。はい、あそこにね中国東方航空のマークが見えるので、多分あそこがラウンジじゃないかな。4階にもラウンジあるって書いてあるんだけど、どこだ、それっぽいところはなかったけどな。はい、ということでね、あ、これか。普通の人は入れないのか、まあ、今工事中なのか分かんないけど、ということでね、5階の中国東方航空のラウンジに行ってみたいと思います。今ねここ誰もいないんですけど、ラウンジこっちってことなのかな、閉まってるってことかな。こっちね入ってたら下から上がってくるエレベーターでした。今バンコク行きの出発ゲートのね前までやってまいりました。で人種的にはやっぱり大半が中国人ですね。でこの区間になるとやはり日本線と違って白人とかね、まあ、あとちょっ
黒人っぽい方もどこの国の方なのかな、わかんないんですけど、ちらほらと、見えます。タイ人は、まあ若干いると思いますけど、そんなに多くはなさそうですね。